はい、どうもこんにちは、メズです。今回なんですけど、企画としてはコメント欄にですね、店長の話を無視し続けて動画を撮ってほしいっていうコメントが、はいはい、最近の動画のコメント欄にありまして、それをね、実際にやってみようかなと思います。で、なんでまあ名人が炎上としているかというとですね、はいはい、まあ、光は今ちょっと体調不良でして、で、まあ僕とか光がね、それをやったところで多分気づかれるんですよね、おそらく。その普段結構話したりとかしてるんで、ただ名人の場合はあんまりね、編集とかずっとやってもらって、店長と話すことっていうのはあんまりなかったんで、今回は名人に無視とまではいかないですけど、基本的には店長の話の膨らませ方を、まあ膨らまへんように持っていっても立ち回ってもらって、トークを進めてもらうっていう形で、で、一応店長への動画の企画の手としては、最近ね、マクドの総選挙があって、ダブルチーズバーガーとテリヤキマックバーガーの上位互換である、トリプルチーズバーガーとダブルテリヤキマックバーガーっていうのがね、期間限定で出てるんですけど、それをね、差し入れするっていう、前もあったと思うんですけど、マクド差し入れっていう動画が、それと似たような感じの手で撮って、でもまあ裏実はこんなテーマがありましたよっていうのを最後にね、話してネタバラシみたいな感じでやろうと思うんで、じゃあ目次こうか、よし。じゃあ2人分なんですね。そうですね。飲み物はどっちがどっちかあるんですか。じゃあ、お茶です。気に冷えてやがりますね。これどっちが何を食べるとかあるんですか。いや、もうどっちも同じ、はい、あ、同じポテト。あ、これポテト。あ、ポカンポテト、はいはい。どっちが楽しみ的な感じで、2つとも入ってるんで、一応。なるほど、はい、両方食べれます。だから普通1枚だけ敷いた方に置こうとしないから。これで、うん、これがあれですね、祝って書いてます。あ、祝いって書いてるね。あ、ほんまや、公約実現、うん、すげえ。じゃあこっちも、あ、こっちも公約実現って書いてあるねんけど、で、結局もう撮り始めてんのこれ。もう始めてます、もちろん。はい、もうだって普通に食べるとこなんで。口悪いな。仕切り屋さんがいないとこんなに段取りが悪いんですよ。じゃあこれ真ん中でやっていきますよ。はい、でも緊張してるんじゃないですか、やっぱ店長と。普通に緊張してるんじゃないですか、店長と普通にって言うけれども、あんたいつもしょっちゅうなんか宇宙の方で静かな感じでそっとってやん。あんま話したことがないんでね、うん、まあせやな、俺もないな。差しですもんね、方法も、うん、まあそうですね、うん、ああ、いや、いただきますね。普通祝いって言ったらこれからだね。なんでこれから入んの。え、今回の動画の趣旨ってこいつを祝うことじゃない。そうですよ、それをどんな味なのかっていうのはまず気になっている方が多いんで、またボリュームとか、そういう、まあ、最初僕を潤すのにちょっとお茶口含みますねとかって分かるけど、はい、まあ、さっきポテトな。攻める順番おかしくない。やっぱり動画撮り慣れてない人はその辺を忘れて、何ももう本能のままに撮ったんでしょうね。本能のままに気まずさをちょっとごまかすために塩味の効いたポテトからいった。前行くで、しかもこの人。まあ結局これどっちが勝ったんですか。わかんないっす。でもおそらく照り焼きじゃないですかね、やっぱり。あ、照り焼き、はい、さっき照り焼きちょっと手元にもあるし、向いてみましょうか。で、これがどうなった、ダブルになったって言ってましたっけ。そう、そうです、ダブル。あ、ほんまや、ね、うん。あ、卵が入ったとかそういうわけではなくて、純粋に照り焼きは2つですね。うん、なるほど、普通の照り焼きやな。これは2個増えたから言って味が変わるわけでもないし。え、照り焼きマックバーガーと比べてどうなんですか、2枚になって。ボリューミーだよ。ああ。え、どう言えばええの。いや、味的になんかここがこうかってとかはないですか、別に。え、増えたわけ。あ、肉の味がする。あ、肉の味がより感じられるというか。そうやな、やばいな、俺料理番組出られへん。なんかもっとマシな食レポしてた気がするんですけどね、店長。厨房ですよに仮におって、俺、ま、町明が隣に言ったらめっちゃ怒られるから。これ呼ばれるパターンやん。お
されるかもしれないですよ、うん、いや僕もヒロミバリにもお前もう一回ホストって言われるパターンこれまあ名人は違うやついくと、はい、ちょっと僕テリヤキ苦手なんで苦手やった、分かってんサム入ってサム入ってますこれトリプルやもんな一応1枚チーズが増えたってただのチーズバーガーがパワーアップしてダブルチーズになったと。いやダブルチーズバーガーっていうのがあってあ、ね、それが、はい、パワーアップしてトリプルになったんですよ。へえ。まさかマクドの人もこれ持ち帰られた後に動画でさらされるとは思ってなかったよ、ね、どん前鼻出して鼻出してんでは買ってないですよ、ね、ちなみに違うとこで買ってます。うーん、どんな感じですか。あんま変わんないっす。普通のパチンコ。なよ。ここはちょっとさ、変えていかないとダメなんじゃないですか、名人。ほんまに一緒ですよ、これ。びっくりしました、食べたら。一緒ですよって言われたらもうびっくりするよって、ね。その時点で俺に何を驚けって言うんですか。そのね、とりあえずね、言うことがないからむしゃぶりつくね。一応やっていけないですね、確かに、うん、とりあえず、まあ、君が素直な子っていうのはすごくよくわかった。あ、どうぞ。うん。どう叩けばいいやろな。ここのツボをこうしたら、あーんとかって言うてくれるポイントが全然わからない。つかめないと、店長でも掴めないっていうよりもね、なんて言うんやろな、俺に濡れ押しぬかに釘みたいな感じ。はぁ、うん、ごめんなさい、うん、あんまりちょっとさっきの、うん、のれんに、うん、腕押し、ちょっと言葉の意味がわからないです。うん、やばいな。そうか、ことわざ的なもので過ぎたらあかんということは今のことでわかったわ。これがジェネレーションギャップっていうもんなんかな。まあ、名人あんまり言葉とかあんま知らないんで。なるほどね、はい、だから喋れへんねん。それはまあありますね。どうですかチーズバーガー。まあまあまあ、おいしいですよ、普通に。おいしいですか。おいしいです。おいしいですか。おいしいはおいしいですけど、うん、デリシャスな感じ。ベリーデリシャスですね。で、まあそんなこと言わずにこっちも、ああそうです、うん、これはじっくりこっち堪能するけど、ちょっと置いといて、うん、こっちもね、何が言ってるの。レタスですね。どこもか。異常に好き嫌いが多いね。じゃあ普段何切ってるんですか。普段レタスは苦手やけれども肉は好きってことだね。まあまあ肉、まあ肉そうですね、うん、肉は食べられますね。ああ普通に。野菜があかんの。基本野菜全般無理です。やばいね。ヒカルゲームズ、今農家からの仕事をなくしました。じゃあいただきます。あ、うん、でも、あ、普通のシングルよりかは食べやすいです。うん、え？なんていうんですか。やばいよ。レタスの両サイドから磨くだけで。レタスの、うん、味が薄くなってるんで。まあ肉が倍あるわけですからね。こちらこっちいいですね。でもレタスってそんな味するかね。めっちゃします。おお、こんな味。レタスレタスの味です。やばいな、俺ら絶対ヒルナンデスに呼ばれることはないよ。もうないでしょうね、絶対に。確実にないな。それなりに売れてる芸人さんやったと仮定しても絶対オファー来ないね。せいぜい来てもなんかわけのわからん服着せてくれっていう依頼が俺に来るぐらいちゃう。冗談ですか。ピッチピチやで店長、ピッチピチやでってコメントがいっぱい来るだけやろ。
で、これっていつやってたんですか、その公約っていうの。先々週ぐらいとかですかね、なんか多分、それぐらいの期間でやってて。ネット募集？多分ネットですね、あれは。でも2月の7日ぐらいまでしかないんで、もうギリギリなんですよね。まあでも店長も良かったんちゃうんですか。でも全然食べれて、ああ嬉しいですね。だってもうこの企画がなかったら、多分もう目にすることもなければ、っていうか、そういう存在すら知らなかったからね。まあそりゃそうですよね、やっぱり、やっぱりどういうことだよなんかさ、対面に座ってる人からの情報ってものすごく少ないんだよね。で、的確にピンポイントにえぐるようなツッコミだけは来る。やばいなこれ対談番組としてはもうすごくやりにくいよラジオ番組でこれやっとったら確実にお前来週から番組なくなるぞっていうレベルやけどなで、別にこれはじゃあ何、そのマクドナルドからやってくださいって言われたわけじゃないんですよね。あ、それはなんか自分たちの動画のネタとして一品やってみたかったと。はい、で、とりあえず主人公が死んじゃったから俺たちだけでできることって何かないんだろうかって考えた、ドラクエ漫画の、そのパーティーのメンバーみたいな感じのノリで来たわけやな、うちの店に。まあ、もう店長しかおらんやろっていう。巻き込まれる町人へ俺が完全に巻き込まれてますね俺ミダデインに、ミダデイン打つ時のやつ MP 協力ぐらいしかできへんねんけど、それでもいけんの。ちょっと、ミナデインですか。それも分かんないです、やっぱりな、会話弾まねえもうちょっとホップステップ的な会話の弾み方してくんないかな、この人空気の抜けたようなボールみたいな会話の弾みっぷりですよ、この人バスケの試合でそれやっとったらお前ドリブルすらできひんからな知ってるものが少なすぎて、会話にならないとか。じゃあ何やったら弾むんですか。スロッティ、スロッティっすか。スロットでも店長知らないですよ。さ、美味しいよねとてもジューシーだねで、じゃあ君他に趣味はないの。例えば彼らオセロニアやってるじゃないですか。自分はやったりしない。オセロニアはやってますけど、みんな、まあ、あんまよくわからんです仕事こんようになるぞ縁がこの動画上げてまあ都合の悪い部分はカットできますからね。ああそうか、全て全部垂れ流しはさすがに無理なんで。さすが編集のマジックやなで、そう、あ、そうそう、今日ですね、お客さんから、ファイヤーエンブレムヒーローズ、はいはいはい、見せていただいたんです。あ、はいはい、あの今ネット上で、この首長すぎねとかって結構叩かれてはいるけれども、はい、そうなんですか。結構ね、でも俺が見た感じ、あ、面白そうやなって思いましたよ。もう僕らやってますけどね、店長。ちなみに、はい、名人はやってないですけどね。このチームワークの取れなさキャラの名前すらあんま分かんないんで。他じゃあ自分は趣味的なもん何やってるんですか。息して寝てるだけですか。たまにレタスよけて。まあそうですね、特になんかそんなに言ってることはないんで、やってることないんでね、そんな決め顔みたいに言われてもな全然決め顔にもなってないしな静かな時間流れてますね、ただすごい穏やかな時間が、穏やかな時間が、俺帰っていいもう多分こっからもう何も多分 何も起こらないんで、もうだってね、会話膨らますようにもね全く膨らまないのなんてやんか、こうやってマトリックスみたいに避けてくんねんもん、この人店長も、じゃあこれ、実は、もうネタバラシします、マクドナルド以外になんかネタバラあったんですはい、
実はですねコメント欄で、うん、YouTube の動画のコメント欄で、うん、店長の話を無視し続けて動画を撮ってほしいっていう依頼が最近来てまして、うん、誰やそんな失礼なやっぱり店長と光やったらあまりにも話をどんどん膨らましていって会話のテンポをどんどん上げていくんで、まあ、そこを言ったら違う風な撮り方でいや見たいっていう声があったんですよね。で、それを実現するには、まあ、僕とか光が喋るよりかは普段あんま喋ったことない名人とかやったらそれを実現できるんじゃないかなと思ってやってみたんですけど、それが裏設定ですね今回の。チーズバーガー食べていい？いいっすよなるほどね、ひどい話だなおめえでどうでした、ちなみに喋ってみて、なんかすかされとったなっていう感じはありました。やっぱりね、こう言うたら巻き惜しみちゃうんって言われるかもしれへんねんけども、はい、びっくりするほど違和感なかったよね違和感なかった、違和感なかったよね。だいたいこの子多分こんな感じちゃうんって思っとったからあ、別に、いや悔し紛れに言ってるわけじゃないけれども、はい、これもまあ店長職結構長いことやってるわけじゃないですか。はい、そうですね、いろんな子がアルバイトで来るわけですよ。はいはいはい、中にはそうやな、話してもはあはあふうへえしか言わへん子とかもっとはい、は行しか言わへんと、は行しか言わない子ね、はい、伸ばすか短く区切るかはあって非常に長くなるうん、それだけで意思疾通してこういたからこの子は多分それに近いのかなってなんとなく、その系統分けは最初の時点にしてたんですか。まあなんとなくそんなんやから、まあええわ、とりあえず話をしてみようと思ってるけど、まあすごいね、驚いた感じがしたのはびっくりするほど情報が来ないってた俺の方にこっち向いて話した方が楽ちゃうんって思ってたから途中で無事的にどうやった、やってみて。いやまあ普段も僕はほんまにそんな感じなんで喋りかけられても、なるほど、ってことはこの動画っていつも通りじゃねえのでもいつもよりひどいっていうか、なんか、うん、わざとですね。なるほど、じゃあ普段は何をしてすかしてもらえるんですか。じゃあちょっと今からもうちょっと普通に会話するっていう形で、じゃあ最後撮りましょうか。じゃあ明治、普段は何をしてお過ごしなんですか。16年なんですか。16連打っすか。16連打っすね。16連打っすね。できないっす。あ、そうなの。まあ、ほんま普通にゲームとかですね。うん、じゃあ実はファイアーエンブレムヒーローズやってるか。やってないっす。変われへんやん何が違うんだどこら辺にどう持っていけばやっぱ膨らまへんやないかお前思春期の子のおっぱいの膨らみの身に膨らまへんやないかお前言ってんねんお前もう、こういう客やめよ